みんな南海トラフ地震を知っているかな？九州から静岡にかけての海の底、この辺りで起こる大地震のことだ。この範囲の中のどこでいつ起こるかははっきりわからないが、近い将来起こると言われている。みんなも私も南海トラフ地震から生き延びるためにどうすればいいのか。これから見てもらう映像は、東海地域に住むある4人家族が四国付近で発生した地震がきっかけで、続いて静岡県付近で発生するかもしれない地震に備えるというものだ。その様子を見ながら、本当に地震が起こった時にみんながどんな行動を取ればいいのかを考えてみよう。何この音？地震か？え？地震です。地震が来るよ。テーブルの下に隠れて。はい。はい、入って入って入って。大丈夫か？よし。もうちょっともうちょっと中に。おいでおいでおいで。よし。まず揺れを感じたら、倒れてくるものや落ちてくるもので怪我をしないように体を守ろう。地震の揺れが収まるまでは頑丈なものに隠れて身の安全を守る。これが大事なポイントだ。学校にいる時も同じことだよ。ではもし外で地震にあったらどうする？そんな時は倒れてきそうなものや落ちてきそうなものから離れて揺れが収まるのを待とう。お父さんやお母さん、学校の先生など頼りになる大人の言うことをよく聞いて動くことも大事だ。さて、揺れが収まった後彼らはどう行動するのだろう。続きを見てみよう。早く逃げよう。学校の先生が言ってたよ。地震の後は津波からすぐ逃げるようにって。よし、じゃあ近くの津波避難ビルに行こう。あ、ちょっと待って、準備するから。急いで、子供たちはパジャマのままでいい。携帯は持った？あ、持ったよ。開けた？はい、よし行こう。ブロック塀や落下物に気をつけてな。はい、よし行くぞ。地震が発表されました。海岸付近の方は高台に避難してください。実はこの時、震源に近い西日本の沿岸地域では次々に大津波に襲われていたんだ。それでは東海地域に話を戻そう。大津波警報が発表されたので、一家は近くにある津波避難ビルの屋上に避難。これも大事なポイントだ。津波の時はできるだけ高いところに避難すること。遠いところではなく高いところだよ。ん？お父さんのスマホに情報が入ったらしい。気象庁から南海トラフ地震に関する新しい発表がありました。南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒を発表です。南海トラフ地震臨時情報。今巨大地震警戒って言った？どうなったの？今朝の四国沖の地震がきっかけで、こっち側でも大きな地震が起こる可能性がいつもよりも高まってるってことだよ。また地震来るの？大きな地震が来るかもしれないから気をつけようねってことだよ。
南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒。ちょっと難しい言葉が出てきたが、簡単に言うと、さっきの地震がきっかけで続いて大きな地震が起こる可能性がいつもより高まっているということだ。南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒が発表されると、この一過のように大きな地震が起こってからでは津波から逃げられないかもしれない地域の人たちは1週間避難を続けることになるんだ。それ以外の地域の人たちも家の中で倒れてきそうなものを固定するなどして、いつも以上に地震への備えをしておく必要がある。ところでこの家族だが、まだ大津波警報が出されたままだから夜になっても津波避難ビルから動けずにいるみたいだぞ。夕食なんだけどさ、食べ物は乾パン、飲み物は水で我慢だね。夜も乾パン？でもしょうがないよね、我慢我慢。それよりさ、津波警報が解除されないから今日はここで寝ることになりそうだね。こんな硬いところで寝るの？それに寒いし。ちょっと寒くなってきたわね。はい、これ着なさい。津波の警報が解除されるまではこんな場所で避難をしていなくちゃならないんだ。結局この家族は避難ビルの屋上で一晩を過ごすことになったようだね。警報から注意報に変わったよ。さて、高台の公民館へ移動しよう。移動？高台にある避難所、1週間の避難生活を送る次の舞台だ。避難所での生活を見てみよう。どうやらなかなか食べ物は手に入らないみたいだ。帰りなさい。ごめんね、こんなものしか買えなかったのよね。何軒か回ったけどどこも一緒。しょうがないよ、コンビニもどこも朝から長蛇の列だったからね。看板が残ってるからそれも出す？うん、でも少しだけね。明日もどうなるか分かんないから。早く食べよう。うん、じゃあいただきます。いただきます。そういえばさっき自主防災会長さんが来て、うちの家族は明日ゴミとトイレ掃除の当番だって、そっか。こんな時だからこそみんなで協力し合わないとだね。避難所では自分たちだけではなくて、広い部屋にみんなで寝泊まりすることになる。みんなで協力し合うことが大事だ。地震が起こってからもうすぐ1週間が経とうとしている。この一家はうまく避難生活を乗り切れたかな。おや、お兄ちゃんやお姉ちゃんと一緒にゲームをしているようだ。最初に避難してきた時と比べれば物も充実してきているようだね。ご飯も乾パンじゃなくてお弁当だ。これが避難所での最後の晩ご飯です。明日はお家で晩ご飯です。やったー、お母さんの作る料理が食べたい。どうやら心配された大きな地震もなく、1週間の避難生活も無事に終わりそうだ。しかし、その後も大きな地震に備えて過ごすことが大事だ。地震が起こった時に家の中で倒れそうなものは固定されているかな？避難先で生活ができる準備はできているかな？家に帰ったらぜひ確かめてみてほしい。みんなの命とみんなの大切な人の命を守るために。